大月健一です。職人歴20年です。主にごま油の原料の焙煎を行ってます。ごまを焙煎することによってごま油独特の風味や香りが生まれます。そしてこの焙煎するというポジションというのは非常に大切な仕事です。ごま油の風味や香りを出すための一番大事な工程です。常にごまの状態を見てやって、ごまの音、色見ながら、ごまと会話しながら焙煎を行っています。そしてちょうどいいタイミングで揚げております。京都は夏はとても暑く、冬はとても寒いです。ですからその日の気温、湿度合わせてごまの入り加減を変えています。現状に満足せず、さらに美味しくなるように追求し、お客さんに喜んでいただけるものを作っていきたいです。世のため、人のためになるようなものづくりをやっていきたいです。